試合は同点のままアディショナルタイムへと突入しました。アディショナルタイムは8分か。勝ち越しゴールを決めるには十分だ。もうリバウールとの勝負にはこだわらねえ。チーム全員で勝ちに行く。クロースの面構えが変わった。この短時間で切り替えてきたか。いい選手だ。少し余計なことをしちまったかもしれねえな。勝ち越し点を狙うドルトムント、カタルーニャゴールを目指し襲いかかります。タイガーボランからパスを受けたクロース、しかしその先にはリバウールが待ち構えている。もうあんたとの勝負にはこだわらねえ。俺の役目はこのチームの中心、司令塔として勝利に導くことだ。おっと、リバウールとの直接対決を避けたクロース、ここはハートランドへボールを渡します。ハートランド、ニッタとのワンツーでカタルーニャのディフェンスに蹴り込んでいく。ハートランドからパスを受けたニッタ、ペナルティーエリア付近のスペースにボールを出した。そこにタイガーボランが雄たけびと共に走り込んでいる。タイガーボラン渾身の雷獣シュートが炸裂だ。二度も同じシュートを食らうか。フセイダー、バルテスの横飛びパンチングが炸裂だ。クリアボールをいち早くフォローしたパジョル、マイボールにし中盤のペペにパスを送る。ドルトムント、守りの要エリック・シュミットがペペの動きを止める。ペペ、こっちだ。ペペからボールを受けたリバウール、軽やかなドリブルでドルトムントゴールへ向かっていく。突破させるわけにはいかない。リバウールの前にクロースが立ちふさがった。しかしどうしたんだ、クロース、リバウールとの距離を詰めようとしない。来いよ、負けっぱなしでいいのか。安い挑発だ。反応する必要はね。迂闊に距離を詰めず、リバウールの動きを見極めるんだ。悪くない判断だ。もう少し遊んでやりてえが、あまり時間を使うわけにはいかない。リバウール、クロースに阻まれ逆サイドにパス。翼がこのボールを受け取った。再び翼に挑むシュミット兄弟、しかし翼は軽やかなジャンプでこのタックルをかわした。あーっと、ケビン・シュミット、ジャンプ中の翼に向けて足を伸ばしボールを奪うつもりだ。ボールは渡さない。翼、なんと空中でボールを蹴り、前に出ていたリバウールに向けてパスを出した。
仕留める。決めさせるか。なんと翼とリバウールの連携にクロースが食らいつく。トラップ直後の隙をついて仕掛けたぞ。しかしリバウール左右のフェイントを交えたステップでクロースを抜き去った。巧みなボールコントロールにクロースも反応できない。ゴール！リバウールの強烈なシュートが炸裂。ついにカタルーニャが逆転に成功。止められなかった。こいつ、翼をおとりにした連携を読んでいたのか。俺から目を離さずに食らいついてくるとはな。ここで試合終了のホイッスル。4対3と大逆転で勝利をつかんだカタルーニャ、3連勝でグループリーグ1位の座を死守。負けちまった。言い訳もできないくらいの完敗だ。俺の責任だ。すまなかった。同じ過ちはもう繰り返さない。チャンピオンズリーグ、俺たちで絶対に制覇しよう。ドルトムントの若き司令塔ミハイル・クロースか。手ごわい相手でしたね。あんな選手が世界にはたくさんいるんだ。荒削りだが面白い選手だ。あいつはこれからまだまだ伸びるぞ翼。ええ、すごいライバルになりそうです。俺ももっともっと上手くならないと。その息だ。この勢いのままグループリーグを突破してチャンピオンズリーグを制覇するぞ。